レディオザビストリップ、イエーイ。こんばんは、こんにちは、こんばんは。今夜はドラムのトウヤとベースのルイがお届けしていきます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと前にもうやったよね、2人でね。そうだね、もう最近はもう2人が定番になったからローテーションが早いね。なんなら先週俺やってるからさ。あ、そうだよね。こんなに出ちゃっていいんですかって感じだけどちょっとまあ出させてもらえるだけありがたいってことで、うん、はい、たくさんねメールいただいたんで、うん、フォトトリップをいくつか紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ読みますね。おい、こんにちは、うん、こんにちは。空が素晴らしく綺麗だった時にウォークマンから、あー綺麗な空、かっこ同行って流れてきて、うわーまさに今、うん、ってなりました。トウヤ君とルイルイは好きですか。ラジオネームリョウさん、ありがとう。やありがとう。はい、綺麗なお空の写真が3つ、すごい綺麗ですね。夏って感じだね。うん、こんななんか青の色が東京より綺麗な気がするね、うん、この緑とのコントラストのせいなのか。そうだね、なんかすごい色色調が、ね、なんだろう、濃いというかカメラの色です。どうなんだろうね、東京の空はこんなに綺麗じゃない。そうね、もうちょっと霞んでるというか、うん、田舎好きですかって来てますけど。いや好きですよ、やっぱその例えば夜とかも、うん、星とかすごいじゃない。あ、そうだよね。うん、なんかやっぱ癒されるよね。あれはやっぱ街灯が少ないから、街の光が少ないから、うん、ああやって星が綺麗に見えるっていう説みたいだね、うん、あとその空気の澄み具合とか。でも綺麗なんだね、うん、もう東京に染まってしまったからな俺たちはそうね、東京からも出れないしね。そうなんだよな、田舎の空が見れるようになるといいですね。うん、恋しいですな。恋しいです。じゃあ続いて、はい、ラジオネームあゆみさん、ありがとう。やありがとう。ルイさん、トウヤさん、お疲れやんま。はい、お疲れやんま。はい、ベストアルバムメメンタイスのリリースが決定して冬がとっても楽しみです。投票の結果どうなっているんでしょうね、うん、気になります。トウヤさんのパーマも大注目です。うん、レディオザフォトトリップ、最近カービィのパンケーキパンを購入したのですが、まさかの IH 非対応でした。通販するときはちゃんと説明文読まないといけませんね。そこは反省しつつ、ラジエントヒーターを初めて使って焼いてみました。思いっきり焦がしました。カービィさんがかわいそうな感じになってしまったので、とりあえず切って盛り付けて失敗をごまかして食べました。なんとか1枚カービィのお顔がわかるパンケーキが焼けたのですが、もうちょっと綺麗に焼けるはずなので、上手に焼けるように練習したいと思います。 IH に頼りすぎてて、パンケーキもまともに焼けないとは驚きでしたね。まだまだ気兼ねなく外出することができないこんな時なので、おうち時間を利用して料理上手になれるよう配当やしますということで、はい、1枚目、あ、切ったやつですね。そのちょっと失敗してしまったってことで、まあ、切ったらね、うん、コップもスプーンも可愛いんでね、フォークかね、おしゃれ。なんかこれはこれで全然、うん、1枚目が、あ、これがギリギリ顔が分かるというね。え、これさ、横にくっついてるの何？これはカービィ、これぬいぐるみか。あ、ぬいぐるみか。あ、びっくりした。なんだと思ってた。あの大福みたいなありそうだけどね、うん、めっちゃいいじゃんと思ったんだけど、ぬいぐるみね、はい、ぬいぐるみ。なるほど。これが噂の IH 非対応のカービィのフライパンですね、うん、パンケーキパン、うん、いいですね。こういうのあると家でも楽しく焼けて、ね、IH って俺もね、うん、全然ダメなんだよね IH。 あ、そう、火じゃないと加減が分かんないな、うん、あ、そういうもんなんだね。全然分かんない。火だとさ、こうどれだけこうメラメラしてるかでさ、うんうん、火からどれだけ離せばこうどうなるみたいなのがなんとなく分かるんだけど、 IH の場合、うん、そういうのどうしたらいいのか全然分かんないから。まあそうだね、そういう調節はあのボタンを押してこう、うん、ピッ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 ってあのピッてエルイさんちは IH なんだIH ですよ。あ、マジで、うん、使ってないでしょ。でも全然そうだよね、あのお湯沸かすぐらいだな。あ、うん、だからもうマックスでやってますよ。あ、マックスね。そう、焦げることないからね。あ、うん、ラジエントヒーターってちょっと俺分かんないんだけど、知ってる？俺も分かんない。調べます。はい、ぜひね、これじゃあうまく焼けてね、綺麗にできた時にまた送ってほしいですね。そうだね、はい、はい、ではフォトトリップ3つ目ですね。はい、こんばんわらび餅。まあ、わらび餅。先日可愛い子猫の写真を送ったものです。前に送った写真がトウヤ君のおっしゃる通り1から2ヶ月頃の写真でした。その頃からすくすく育って5キロぐらいの大きな猫ちゃんになりました。トウヤ君はペットが飼えないと以前ツイートしてましたが、飼ってみたい動物はいますか。ルイルイの飼ってみたい動物もぜひ聞かせてください。ちなみに私はカワウソを飼いたいと思ってます。ラジオネームさん、ありがとう。やということで、ありがとう。猫ちゃんの写真こちらです。ドン。あら、
これね、先週かな、うん、すごいちっちゃい超かわいい子猫の写真を送ってくれてたんですけど、うん、もうね、この顔ぐらい、この写真の顔ぐらいはちょっと言い過ぎだけど、顔ね、まあ、半分以下のね、もう顔とね、この足の付け根ぐらい、うん、マジですごいちっちゃい、こんなに大きくなるんですね。どんぐらいでってこと、期間的に。これはでもどんぐらいなんだろうね。うちはあの実家で飼ってた猫が、うん、もう大きい状態で住み着いたから、母親が餌付けて住み着いた猫だから、はい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 、成長過程がちょっと分かんないんだよね、でかくなる。なるほどね。でも急にでかくなるのかね、やっぱり。いや、そんな 急ではないけど、でも本当1年で、1年で大体早いよね。あ、犬飼ってますでしょ。あ、実家で飼ってますよ、犬は。飼ってみたい動物他にもいるんですか。これね、多分俺も前回か前々回に言ったんだけど、あ、豚。あ、豚ね。あ、言ってたね。うん、マイクロ豚ってやつ。なんかマイクロなんだけどでかくなるみたいな。でかくなる可能性があるの。あ、可能性があるんだ。そうそうそう、マイクロに紛れた普通の豚がいるってこと。そう、ミニ豚ってやつはなんかミニって言いながら割と普通の豚ぐらい大きくなっちゃうんだって、うん、でそのマイクロにも紛れて、はい、稀に大きくなっちゃうのがいるんだって。あ、そうなんだ。そうだ、怖いなと思って大きくなったらちょっと待ってみたら ね、でもでかい方がなんか可愛くない、こう。いや、愛着は湧くんだけど、いろいろ大変じゃない、その散歩とか散歩できる散歩できる、できる。あ、できるんだ。うん、大注目じゃん、でっかい豚連れて歩いてたら見たいわ。目立っちゃうよね。え、豚を飼ってでも育てていく、うん、その成長記録を、うん、動画にしたらバズるんじゃないですか。あるかもしれないよね。はい、うん、ちょっとぜひ検討してね。検討。僕はカメが飼いたいですね。はい、カメ。なんで？テレビであのチンヤッケを紹介するやつあるじゃない。うん、それでなんかものすごい高級マンションに住んでる人が、うん、カメを放し飼いしてたら庭で、うん、すげえ増えたみたいな。カメが飼って、うんうん、して、うん、でそれがすごいやっぱお金持ちの家だから、そのコメント、ね、うん、タレントさんがさ、うん、カメと金運って関係あるのかなみたいな。で、あ、カメ飼ったら金持ちになれるのかな。動機が不純だよ。不純な動機でした。あ、でもシンプルになんかこっちが話しかけて黙って聞いてくれる感じがいいかなっていう、うん、あ、なるほどね。はいはいはい。結局会話できないなら一方的に感情をぶつけてね、うん、はいはいはい。まあカメはゆっくりのんびり聞いてくれそうだね、そういう愚痴とかもね、うんうん、俺が毎日愚痴ってたらなんかすごい嫌な育ち方しそうですけどね。やさぐれる。やさぐれそうですけど。はい、じゃあここから普通のお便りいきます。うん、はい、ルイくん、トウヤくん、お疲れヤンマー。お疲れヤンマー。9月23日は私のお誕生日です。大好きな大好きなお二人からおめでとうって言ってほしいです。かっこハートかける7000、うん、ラジザネームみほさん、ありがとうや、ってことで。ありがとう。前回もあれだよね、俺とルイの。あ、やったよね、うん、そう。じゃあみほさん、おめでとうやでいきますか。せーの、オッケー、いけるかな、今回は。一発で決めよう。オッケー。いきます。うん。せーの。みほさん。みほさん。おめでとうや。とうや。はい、ダメでした。ダメだったね。まあ、これ何回やっても合わないんで。おめでとう。そうね。もう、ズーム使ってる限り会うことはないでしょう。結構普通の会話でも若干遅れたりするもんね。遅れてるね、うん、いつもリモザのね、開始の時のね、うんうん、1、2秒のね、ラグがね、結構怖い。わかる。みんなどうか。あれ今日分かる分かる。低くないみたいな。あるよね。不安から始まるからちょっと。うんうんうん。不意気味で喋んないよね。そうだね。はい。で、ちょっと次のお便りはね、ウイ君にぜひここは可愛く読んでほしいですと来てるんで、ちょっとウイ君お願いします。可愛く読んでほしいです。あ、本当だ。マイクってどんな感じだろう。マイクあれじゃない？ルイくん、トウヤくん。あ、オッケーオッケーオッケー。わらびもち。オッケー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 。いきますよ、はい。そこだけでいいよね。可愛い。とりあえずね、そうだね。ね、オッケー。ルイくん、トウヤくん、こんばんわらびもち。はい。私が利用するとしたら、もうね、このね、ラジザネームどんぐりさんはね、今度はお会いしたらどつきますね。しばきます。なぜかなんかエコーかかってたんだけど、なんで。あ、ほんと。ナチュラルエコーかかった。ナチュラルエコーかかってた。恥ずかしいな。はい、やばい。はい、はい、で、パートチェンジするとしたら何にしますか。それで何の曲をやってみたいですか、とのことです。は
はい、はい、どんぐりさん夜道には気をつけてくださいね。そうだよ、俺が狙ってるよ。パートチェンジってなんかルイのイメージないんだよね。どういうこと？ルイがパートチェンジしてるなんかイメージがあんまつかない。他の人はなんだかんだなんかやってる姿みたいな、ちょっとチラッと見たりしたけど、うん、やっぱり歌ですか、ボーカル。まあそのあ、でもあれじゃない、バンドでパートチェンジに何回かやった時はギターだったかな、うん、ギターで普通に弾けるな、ね、うん、なんならちょっと上手い、まあまあ、そんなことないけど。あ、ギターかな。うちはね、まあ、海が多少ドラム叩ける風だったりね。そうだね、そんぐらいだからあんまやんないよね。やれないっていうのが正しい。あ、そうだね、やれないだね。ちなみに東野はその時何やってたんだっけ。俺もね、ギターだったかな、海のギターも、全然弾けない。エディを確かやったんだけど、あ、全然弾けなくて、ただ海のステージングを真似してただけ。ああ、なるほどね。そういう意味で言うと、ギターで弾いてるふりしてステージングするのは一番やりたいかもしれない。そうだよね、うん、あのそっちは楽しいもんね、うん、曲は何でもいいです、うん、そうね、何でもいい、あの簡単なやつがいい。簡単なやつね、うん、あ、でも自分の曲だったら、ルイの曲だったら大体弾けんじゃない。あ、作ってる時に。そうだよね、弾きながら作ってるから。そうかも、うん、まあ、残念ながら多分やることはないかもしれません。ないね。本当にひどい時間になっちゃうから、やったとしたら。はい、はい、じゃあ続いて、ルイさん、トウヤさん、こんにちは。こんにちは。はい、私事ですが、年明けに資格試験を受けます、残り4ヶ月ほどなのですが、勉強に全く身が入りません。ライブに行く予定がなくなり、友達と遊びに行くことも控えている今、時間はたっぷりあるのになかなかやる気が出ません。お二人はやる気スイッチを入れるためにどんなことをしていますか。またモチベーションが爆上がりするような一言を言っていただけると嬉しいです。ラジオネームタラリコさん、ありがとう。や、ありがとう。はい、やる気スイッチあります。だ、そのライブとかで言ったら、うん、なんだろう、もう昔からやってるのはこう、うん、なんだろう、完璧なその見た目に仕上げて、あのいつも決まった香水を振って、はい、っていう、なんかそのなんだろう、ルーティーン、うん、必ずやることっていうのを全部やりきると、まあ、自然とスイッチが入るって感じかな。自宅にいる時にさ、うん、何かやらなきゃみたいな時ってさ、なかなかやれなくない？うん、いや、全然やれない。やれないよね、うん、おそらくタラリコさんはその勉強をしないといけないんだけど、家にいるとなかなか勉強に手がつかないってことだと思うんですよ。ああ、なるほどね。そういう時にどうするべきかみたいなね。俺はね、一応やらなきゃいけないこととかがある時は、うん、もう時間とかを決めて、うん、やらないといけないことって結局やらないといけないからさ。そうだよね、最終的にやるって考えたら、うん、今ダラダラしても結局どんどん後にやらなきゃいけないこと、なんかその負が、負のオーラが溜まってくから、うんうんうん、もうやりたくなくても何時までにこれはもう終わらせるみたいな、こう決めておけば、その後すごい極楽が待ってるって考えると。ああ、いいですね。うん、いやでもやり始めりゃ、やる量とか時間とかを決めちゃえば意外とできるっていうのが最近の、うん、なるほど、いいですね、ちゃんとしてる。いや、もうこれは長年のあれですね、うまく物事と付き合う方法というか長年やってて見つけたあれか。あるいは夏休みの宿題とかはいつやる派？やらなかった派。ああ、もう最後にまとめてドンでしょ。まとめてドンっていうか、だから学校始まってからやるみたいな、あのやるっていうか手遅れです。例えばさ、写真選びとかあるじゃん、うん、あれとかは催促来るまでやる気スイッチ入んない。あー、わかるな。うん、あれはわかる。どうみたいな。そう、催促が来てやっと、あ、やんなきゃ、うん、みたいな。催促が来てくる、放置したよね。そう、いまだにちょっと催促待ち、うん、自分の中でなんかやっぱ期限を決められると、うん、結局それもここが期限ですよっていうのを催促だからね。そうだよね、自分の中で決められるといいですね、うまく。そうだね、ちょっと成長していこう、見習って。残りね、4ヶ月勉強する期間があるってことなんでね、うん、まあ1日のもう1時間だけでも多分何もやらない日があるよりは、そうだね、やる気を続けた方がいいんじゃないかな。うん、素晴らしい。まあ偉そうに言ってるけど全然できてないですけどね、はい、頑張ってほしいね。爆上がり、モチベーション爆上がりするような一言なんで、ちょっと一発かましてくれ。爆上がり、なんで俺ばっかり無茶ぶりされてる。そんなことないです求められてるんだからさ。例えばほら、俺はもう何でも言っちゃうっていうかさ、うん、もうプレミアム感っていうのはゼロなんですよ、ね、割と俺もこれを言えって言われたら何でも言っちゃうよ。ただ分からんのよ、その言ってあげたら、これを言ったら上がるとかが分からんのよ。じゃあ試験が終わったら迎えに行くからなって言ってみて、じゃあOK。 うん、
いい？お願いします。試験が終わったら迎えに行くからな。ごめん、あのね、マジでこれ、うん、本当に嘘じゃなくて、うん、ちゃんと残しとくから、あの本当に途切れたのよ、ズームの音声が。ぶっ飛ばすぞ。ズームに言ってズームに言って本当だから、これ本当。あとでここだけ切ってすぐ送ってもいいぐらい。いや、いい、聞きたくないからいいけど。はい、じゃあもう一回行きますよ、もう一回行きますよ。はい、試験が終わったら迎えに行くからな。やべ、ちょっと今下手だったな、ちょっと下手だった。やり直し。いや、いいやり直し、いい、これでいい、これでいい、これでいい。いや、これでモチベーション爆上がりしたんじゃないですかね。はいはい、頑張ってください。はい、はい、じゃあ続いて、はい、タイトル、不安になる音楽。お、怖いですね。はい、はい、うん、小さい時からなぜかシャボン玉とカゴメカゴメが怖くて、ふと流れてるのが聞こえるとモヤモヤした気分になります。作られた意味を知った今でもまだ怖く感じてしまいます。そういった音楽を克服する方法はありますか？また2人は苦手な音楽はありますか？ラジオネーム愛花さん、ありがとうや、うん、ありがとう。これね、メールを見て気になったんですぐ調べたんですよ、うんうん。まあ、その昔やっぱ作られてる曲って結構そういう星伝説的な説が、うんうんうん、はい、まあ、ちょっとあんまりラジオには載せたくないので皆さん自分自身で調べていただきたいんですけど、やっぱりそういうホラーじゃないですけど、うん、なんかそういう意味合いがね込められた、語られてはいましたね、うん、はいはいはい。克服しなくても聞かなきゃいいんじゃないですかね。まあそうだよね。ある苦手な音楽、あのね、その曲名とかわかんないんだけど、子供の時になんか NHK かなんかの、うん、なんかその地球のさ、こう大自然の紹介する番組よくやってるじゃない、うん、でなんかそういうその番組のメインテーマでなんかすごいなんかこう何したいんだろうな、神秘的な音楽、はい、何したいんでしょうね、こうなんか神々の戯れみたいな雰囲気の、どんな曲で雰囲気のなんか曲が流れてたのテレビから、はい、でそれを聞くたんびになんかギャーギャー泣いてた記憶はあるね、怖かったんだね、子供。トラウマというか、多分なんか分かんないけど、その展開に連れてかれちゃうみたいな感覚だったのかな、分かんない。感性豊かな子供だな。子供が展開を知ってるんだ。大人になった今でもたどり着けてないからね、展開。そうだね。あ、子供の時のトラウマみたいなのがあるのかもしれない。そうだね、からだもん、ね、うん、俺はあれなんですよ、高校、まあ、1年で辞めてるんだけど、うん、まあ、軽音部みたいなのに所属してた時に、うんうん、当時ねメロコアがめちゃくちゃ流行ってて、あ、はいはいはい、それも変な尖り方してて、もう自分好きなこのビジュアル系の音楽がもうこの世の音楽のトップだみたいな変な尖り方をしてた、うんうん、自分の好きな音楽が全て、うん、はいはいはい、メロコアすごい拒絶してて、うん、その、 あの、まあ、独特のリズムとかツッタン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 みたいな、大体、うんうん、早い曲が結構そういうのが多いじゃん、うんうん、多いね。もうあのあれがリズムパターンがもうすごい苦手でした。あ、そうなんだ。もやもやっていう、結構使わん。それは克服して、あ、克服して、対応するし、なんなら今聞いたらいいねみたいな。なるほどね。エネルギー感じるわみたいな。はいはいはい、何周も回って。あ、なるほどね。だ、聞けば音楽のことをこう深く知ることで、うんうん、もしかしたら込められた意味とかもさ、別に脅かそうと思って作ってるわけじゃないから。そうだよね。その作者の意図とかを深く読むことで聞こえ方が変わるかもしれませんね、うん、あ、いいですね、はい、いい回答。よかった。メロコアからこんなことになるとは。よかったね、メルコアと仲直りできて。仲直りできた、本当に、ね、あの時の俺よかった、しばきたいね。音楽なめんな。はい、じゃあ次が最後ですかね、うん、はい、アーシャについての質問です。はい、こんにちは。こんにちは。ラジザでアーシャを新しく撮影する予定だと言われてましたよね。どんな風になるか気になってワクワクしてます。とても楽しみです、はい、そこで質問です。今までで一番気に入っているアーシャはどれですか、はい、私はスノーマンが個人的に好きです。特にルイさんのピンクっぽい髪色に羊みたいな髪型がとても新鮮でかっこよくて好きです。ラジオネームヒロさん、ありがとう。ありがとうや。ありがとうございます。アーシャね、新しくなるみたいでね、やっとこう撮影ができますね、みんなでね、うん、まあ、会えないけど、うん、ラジオ撮ってる段階ではまだ撮影はしてないんですけどね、うん、
そうだね。どんなになると思う？ね、いや斬新じゃないな、その、うん、いないいないで個人で撮って。そうだよね。なんか最初の方に撮る人緊張しそう。ああそうだよね。なんかさ、あとだったらさ、みんなその撮ってったやつデータ見て、あこんな感じかみたいな感じで、あそうだよね、できるけど最初の人は分かんない、分かんないし寂しいしみたいな。そういう時に海にやってほしいけどね。ああそうだね。なんか大体いつもさ最初に撮らされるのよ、うん、俺がね。ああそうだよね。うん、そうだよねってなんでなの？わかんないわかんない。あの俺はメイクが遅いからめちゃめちゃ。ああメイクの順番、うん、俺がメイクが最後の時があるんだけど、うん、最後の時は最後だからって最初に撮らされるんだよね。ちょっとよくわかんない。これはね本当にずっと謎、何年もほぼ俺ですよ最初。確かに確かにね、だよ。一番わかんねえから誰か撮ってあこういう感じねってやりたいんですけど、ちょっとうん、うん、楽しみだね。順番も順番楽しみ、うん、一番だったら俺はもう一番だったってもうすぐつぶやきます。はい、まあ、まあ全然しょうがないです。スケジュール的な問題は全然受け入れるんですけど、うん、どうだろう、まあ、疑問ね、素朴な疑問があるね。素朴な疑問、はい、文句じゃないです、はいはい、今までで一番気に入ってる足、はい、気に入ってる足、俺は B かな。 B どんなんだ、うん、なんだろう、魔導士みたいな感じ。魔導士、あーフード、うん、フードね、フードで、そう金髪のまま丸で、あなんかあの時のが一番こう自分の理想を、うん、形にできたのかなっていう。なんかルイがロン毛が似合うイメージだな。あ本当？ハーメルンの時とかちょっと低いけど、うんうんうん、すげえロン毛だったよね。いやハーメルンそうでもないんじゃないかな。ロン毛ではない、パーマかけてたけどロン毛ではない。パーマ、うん、パーマが好きなの。なんかパーマかけるんだって。あそうなんですよ、ついに。お、まあ、実は1回かけたけど、うん、気づかれなかったパーマ。ルイパーマ大体いつ？いや、ハーメルンの時ぐらいパーマかけてたのは。で他は巻いてる。あ巻いてるのね。なんか、うん、そういうっぽい時は。いやじゃあどうなるかちょっと期待と不安半分半分ぐらいで。あまだか、そうだよね、かけてないもんね。そうそう、結構ね直前にかけるんですよ、うんうん、美容室。あじゃあ下手したらどうなるんだ、うん、下手したらウィッグだね。だからまあうまくいって、ねうんうん、あハマったなってなってで、それが一番いいアーシャになったらいいかな、うん、なので。ああ、なるほどね。思ってます。いいじゃないですか、前向きで。うん、怖いけどね、うん。楽しみ。ちゃんとみんなに、あ、パーマかけたねって言われるぐらいパーマかけるんで。おお。ただ海、楽しみにしてる、ね、海監修って、うん、まあ、おかしなことにはならないはずです。ちゃんとした美容師さんにやってもらってね。あ、なに、海ちゃんが一枚噛んでんの？あ、そう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 。うん、俺もさすがに自分のなんか独断でパーマかけておかしくなったらなんかもう坊主にするしかねえなって思ってるから。うん、あ相談したんだね。そうそうそう。うん、なるほど。楽しみにしててください。うん、OK。はい。では、時間もいい感じなんで、うん、そんな感じですかね。そうだね。なんかお知らせありますか？これが出る頃にはもう投票は終わってます。そうです。そう投票終わってます。あ、そっか。そう。で、だから、リモザアフターで、うん、メンバーそれぞれ、どのジャンル、何が1位になるかを予想してるんでね。うん、その結果がもうこの配信されてる日にはね出てるんだけですけど、そう見れてるんで、お、どうなるか、どうなるかね、マジで分かんないよね、うん、あの投票の結果気にするか気にしないかみたいな話してたじゃない、うんうん、でルイもユウも気にしないって言って俺も便乗していやもう気にしないよみたいな言ってたじゃない、うんうん、あの後よく考えたの、うん、めっちゃ気にするわと思って結果ね、結局ね、結果、うん、気にしないと言ったものの気にしないように言おうとしてるってことは気にしてるんじゃね、うん、と思って、うんうん、気にします。まあどっか一ジャンルぐらい1位取れたらいいなぐらいの。ああそうね、ね、うん、まあでもどの曲もね素晴らしい曲いっぱいあるんでね、うん、皆さんもメメントアイス冬発売なんで、はい、結果とともに楽しみにしてもらえたらなと思います。そうですね、はいはいはい、じゃあ来週も MC はきっとリモザで決めると思うんで、うん、先着2名でね、先着2名皆さん、うん、すごい、あ違うよ、ここで言ってももう決まって、あそうだもう決まってんの。じゃあ決まった誰か2人にお願いしたいと思います、うん、はい、はい、それでは今週はドラムの東野とベースのルイがお届けしました。はい、ありがとう、また、はい、お疲れやんま、バイバーイ。